ついにここまで来ましたね、皆さん。今までありがとうございました。え、急にどうしたの、ユウ。この先に皇帝がいる。だから今のうちに言っておこうと思って。俺は初めて皇帝と戦った時、何もできませんでした。アニエス様を連れ去られ、それが全ての始まりでした。たくさんの犠牲を出して、失ったものもたくさんあって、ずっと負い目になってたんです。あの時俺が負けなかったら、こんなことにならなかったのにって。ユウ、何言ってんの。確かにユウは負けたかもしれないけど、失敗なんて誰にだってあるもんでしょ。それはユウの血となり肉となってる。そうしてここまで強くなれたんじゃない。そうさ、ユウは一度負けたことによって、その試練を乗り越え成長できたんじゃないか。次はもっとうまくやれるはずだ。皇帝にだって必ず勝てるさ。ディズさん、イレアさん、ブレイブリンセカンドね。え、引きの言葉よ。ブレイブリンセカンド、それはやり直す勇気。何かに失敗した時も勇気を持ってもう一度挑む。無駄なことなんて何もないんだって。あなたならきっとできるはずよ。それにあなたは一人じゃない。私たちもついている。みんな一緒なら何だってできると思わない？ありがとう、マグノリア。そして皆さん、そう、俺たちならきっとできる。必ずアニエ様を救い出しましょう。頑張りベンジですよ、皆さん。これがホーリーピラー、世界の教会か。その通りですわ、皇帝陛下。この光の中で時空の羅針盤を誓えば、あなたの望む時空に行けましてよ。そうか、ようやく我らの悲願が叶えられるのだな。待て、皇帝オブリビオン。ついに来たか。私を止めるため、法王を救うため、あらゆる障害を乗り越えて、私はそんなお前の姿を見たかったのかもしれぬな。ここまで来たことは褒めてやる。その勇気、その努力、称賛に値するだろう。しかし私はそれを否定する。まっすぐに進むだけでは何も変えられはしないのだ。何？新しい世界を作ることができるのは、犠牲を払い罪を背負い、それでもなお歩み続けた者のみ。私はそうやってここまで来た。さあ、今こそ世界を変える時だ。さらばだ、ユウ。別の世界に飛ばされてしまうんですの。
ものであろうと同じこと。そう、それが夜空に浮かぶ月であろうとも。ですわ。さあ光よ、私のブローチに集まりなさい。さあ、さあ来ましたわ。さあディアマンテ、光を反射し拡張し、空に浮かぶ月を包み込みなさい。Wait, what did you just do? The moon! My home! What did you do to the moon? Magnolia! 落ち着くんだ。そうだ。通信をしてみよう。ブラックベリー。落として!ブラックベリー!お前、なんてことを。やったわ、やりましたわ。ついにこのアンネ、目的を達成しましたよ。おい、月の人たちは無事なんだろうな。そう、運が良ければ生きているでしょうね。もっとも、月の民がどうなろうと、私にとっては知ったことではなくてよ。ふざけないでよ。ああ、こっちもお前の狙いは知ったことか。この腐れ妖精め。あなたたち、いい目をしてるわね。なんていうか、責任感が強そうで、一度決めたことは必ずやり通すって感じだわ。試してみる?私を倒せるかどうか。ノリ、しっかりするんだ。ええ、まさかここで新しい仇が生まれてしまうなんて。ルイビー、貴様、ぶっ殺してやる。強いわね、あなたたち。まさか、私を倒せるなんて。でも、もう手遅れでしたよ。すでに、私の使命は果たされましたわ。ずっと、願い続けていたことが、ついに、叶うの、ですわ。この世界は、もう、あのお方のものに、どういうことだ?とにかく一旦、湯船に戻ろうよ!うん、急ごう!ない!やっぱり、どこにも月がないの!マグノリア。僕も、故郷を失ったことがあるからわかるよ。だけど、なんて声をかけたものか。ねえ、なんか様子、おかしくない?確かに、風が、止んでいる。波も雲も、全く動いていない。まるで、時間が止まって、止まってはないけど、なんか変だよ。なんだこれは。一体、
何が起きたんだ。世界は本当に静止してしまったようだね。月が夜を作り出しているって本当だったのかも。何それ、夜だから月が出るんじゃなくて。そう、私もおとぎ話だと思っていたけどね。くそ、あの時皇帝を取り逃がさなければ。僕らは必死に皇帝を追いかけてきたけど、結局一度も皇帝と戦うことはできなかったな。あれ、一度も。ユウ、もしも神様がいるなら、あの時の俺に届けてくれ、俺たちのこの思いを。